写しがあったので貼ってみます。今日は何もしない日です。夜韓国料理をデリバリーするだけの日です。ファミマで買ってきたピリ辛チリ味、海外のカルビー。どれぐらいピリ辛なのか、結構色濃い、カラムーチョぐらい。いただきます。うん、カラムーチョとは全然違いますね。確かにチリって感じ。でも最後食べた後はカラムーチョみたいな後味。ベッドでポテトチップス幸せ。今日朝目が覚めて結構暑かったんでクーラーつけようと思ってつけようとしたら
つかなくて、あれと思って、で扇風機も電気もつかなくて、んと思って、で私の部屋だけかなと思ってリビング行ってもつかなくて、この部屋だけかなと思って、エレベーターを見に行ったらエレベーターは動いてて、んと思って、でもつかないんで、とりあえずホストさんに連絡して、うん、電気止まってるうちらの家だけって言って、でやり取りしてたら、あの気がついたら電気使えて、なんか電気通りましたサンキューって言ったら、多分メンテナンスしてたのかなと思われますって言って、一瞬の出来事だったんですけど、残り6日ぐらいで、私の中であと行きたいなと思ってるのはツインタワーっていうのがあるんですけど、そこに行ってブラブラ買い物するかな。あと ロティカナイ、クレープみたいな生地でカレーつけて食べるやつも食べたいなと思ってて、チャークイッティアをもう一回食べたいのと、あとなんだろうな、デリバリーのおかげで本当に私世界が広がって、私北海道にいる時帯広にウーバーイーツが対応してたらなってすごく思ってたんですけど、今すごく夢が叶ってます。こんな形でウーバーイーツ生活ができるとは思いませんでした。というわけでベッドでポテトチップスでした。またの。